はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィーニングボスト9-2021ライブ配信始めていきましょう。ツイッチで、ライブ配信しております。2日後の21時に、YouTube でもアーカイブ、配信予定です。ぜひ見てください。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメント、ぜひライブ視聴お願いいたします。 Please Twitch Live Watch and Account Follow and Chat Comment Please、 YouTube アーカイブ、ですね、YouTube のチャンネルはですね、チャット欄に、リンク貼ってございますので、ぜひそちらでご覧ください。YouTube アクセス&チャンネルサブスクライブド、サブスクライブドプリーズ。Twitch のアドレスもございます。ぜひアクセスして、まだの方フォローお願いいたします。Please Twitch my account follow please。さあ始めていきましょう。2007年6月1週からですね、不渋滞の分の種付けはすでに終了しております。で、安田記念の週か。その機種もう1300章なんだ。二歳品馬ですね。イナバウアー、エネループ、キャンキャン、ツバキ、みんな、それなりに期待されてる。あと、カタノハルギ、カタノフェイトも。クラブ場では、凱旋解きかけなんかも、黒三角はついてますね。他、テーマミッション、トールボピー、レジネッタ。もうレジネッタが出る時代になったのか。この船三区が多いよな。じゃあやっていきましょう。ネクスト。ビホルダーマイル、天の世界中一番人気。頑張ってほしい。126、他が110代前半だから勝ってほしいな。頼みます。キャピタルカフェ、気合がある、闘志があるんだ。サンタニタ競馬場 G1 ビホルダーマイルステークス、ダート 1600m のマイル戦です。最重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ花を奪うのはどの馬でしょうか。サイクルパサー前に行きそうです。ランデール、それに続いています。さらにはキャピタルカフェ、栗色の馬体、ジンジャーパンチ、その後ろ先手を取ったのはランデール、パピルスアップル、すぐ後ろその外にアリオスシェーン、オレンジの帽子、天の世界中いい位置につけました。好位つけましたね。外枠は不利なんだけど、そして大きく離れて先頭伺う勢いでもあります。2番手かな。ジェットコーナーズ、その後ろこれに続いてアシシエンプレ、すぐ後ろにザッツエルミタージュ並んで、ちょっと不安定ですね。ライブ申し訳ないです。各馬第3コーナーに入ります。ここでジンジャーパンチ先頭に変わりました。さあ2番手か、先頭伺います。絶好の手応え、間を挟んでキャピタルカフェ、勝て。3番手天の世界中いい位置、果たして先頭を捉えるか。最終コーナーをカーブして、さあ後ろから来てるかな。てか内も粘られてるし、残り200m。 ああ今なんか、あ大丈夫か。迫られましたが何とか勝ちました。2着にはどうやらジェットコーナーズ、3着にキャピタルカフェ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の世界中、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
はい、しっかり買ってくれました。あ、4個目か。いいえ、いや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 、この特性は嫌です。完全燃焼、これ確かウィーポネオ完全燃焼の確か特性ってなんか寿命を潰しやすいんじゃなかったっけ。完全燃焼は、馬特性、前走から10周以上間隔が空いてる場合大きく能力発揮する。同じ馬にライバル馬が出走している場合さえ能力発揮できる。レース後には調子がぐっと下がり疲労がたまりやすいってことですね。よし悪しがあるわけですね。10周9周以内であれば良くも悪くも発揮しない完全燃焼を。要するにステップレースを走らせて、で10周以内にそこの本番レースを走らせればすごい活躍するってことだよな。さあ片馬付券登場です。一番人気、だが105しかない、だから絶対的に強いとは言えないですね。レース行ってみましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャイプール招待ステークス芝 1400m です。ジャイプールインビテーションステークス、ベルモントパークホースコース。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から画質も良くなってきたね。お伝えします。いよいよ発走です。配信画質は各馬綺麗なスタートです。待機も、まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。スタートはまずそうです。ガルーチャールマゲスト、それに続いています。さらにはウェイバーや古豪アポリネアベイ、その後ろ先手を取ったのはインベーダーエイト、少し離れてシーカーエマリ。ペースがそんなに速くないから差し届かないかもね。その続いています。その隣にマークオブキュア、その横にスピードウェイグローブ、すぐ後ろにレルモヒット、後方ではあります。ソルトアフェクテーション、その後ろすぐ隣にプラウドゼウス、先頭は依然としてインベーダーエイト、2番手はベイバーエア。さあ1段で進ん、1頭を除いて1段で進んでますね。逃げ馬の上では燃焼、ま、中なんだ。なんか中割り始めた。あ、コースが開いた。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。でもどうかな、伸びがちょっと足りないな。ここで先頭変わって勝ち切れるまでは至らない。ケジマに乗れるかどうか怪しい。残念。プレザントバドミントン1着、2着はフォーンタウソン、勝ったのはプレザントバドミントン、見事な勝利です。伸びが足りないよな。結局ギリギリ掲示板でした。フランスダービーです。天野ブログ、一番人気です。さあ海外に活路を見出す天野ブログ、そんな強い人いないでしょうという感じで挑んでますが、世界は広いです。
勝ってほしいね。あ、逃げ馬なんだ、天野ブログ。頑張ってほしい。レース行きましょう。シャンティ競馬場で行われる G1。3歳 G1。フランスダービー、ジョッケ・クルブ賞。芝2100m です。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて何が行くのでしょうか。天野ブログ、前に行きそうです。バーティアスジーニアス、それに続いています。ちょっと変則的なコースですね。外枠ではありますので、次のコーナー回るまでには前に行きたい。これに続いてクイーンオレスです。その外からビベユアルファベット、ピンクの帽子、うん、セルフイコール、まあ、その後ろ、その後ろからはジャーニースプーン、すぐ後ろに先端につけられましたね。隣にスプレンディドカントリー、セレス、その後ろにコーナーへ。インカスエポナ、それに続きます。ダプチェスクアップ、さあ間もなく第3コーナーになります。シンガリからリーフトースト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から、依然として先頭は15番天野ブログ。残り1000m。第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然として天野ブログ。フレームネームほとんど差がありません。ナイトオブパッシジ3番手、フレームネームは人気馬ですね。さあここからどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭はフレームネーム、さあ伸びてほしい。その隣からはナイトオブパッシジ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ行け行け行け。先頭に立ったのは天野ブログ、内からフレームネーム、フレームネームに勝て。メートル長い直線、ここでも距離結構直線長いんだ。フレームネーム、なんか来てるぞ、差し来てって。さらに足を伸ばす。あかん、ちょっと耐えてきた。セルフィコーディフ、インカスエポナ、カワス、インカスエポナ。ああ、三着かな。セルフィコーディフ、勝ったのはインカスエポナ、見事な勝利です。この前ちょっと失速しましたね。三着でした。膝レベルアップ。なるほど、道中かかってしまったのか。そうは見えなかったけどね。ナルオ記念です。さあ天野シャメール1番人気、天野ビフォアフ3番人気。クラブは凱旋気合だとサイネットディールはちょっと厳しいか。てかサイネットディール何歳だ。7歳か。これはちょっと厳しいでしょ。あと名将サムソンもいますね。パレススポット、先行有利とは言い難いな。ダイジェストいきましょう。阪神 G3 ナルオ記念、芝 2000m です。おっと一頭故障発生か。桜センチュリーだ。ずるずるっと後退しました。場内騒然、レースにどのような影響が出るでしょうか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野シャメール抜けた。シャメール勝ちましたね。先頭は天野シャメール、1着でゴール、2着は名将サムソン、3着にパレススポット、天野シャメール見事1番人気に応えました。あ、桜センチュリー予後不良ですね。悲しい。うわー、こういうこともあるわけです、競馬には。しかもちょうど着てる服がなんか悲しいですよね。さあ、あんまり嬉しくない。
岩田さん、そうそう、百姓がかかってたんか、中央の。鉄砲いらない。あ、いらないとは言えないかな。さあ、安田記念、ダイヤメジャーです。一番人気。お、なんでだろう、もう二番人気ですね。ワンツーフィニッシュを決めたい。本誌本命は、天野なんでだろうです。維新ドーバー、まあでもこの2頭で決まりで、あとジョイフルウィンナーしかいないからな、国際馬の先方もこれでいいでしょう。レース行ってみましょう。春のマイル王決定戦安田記念、小雨がパラついております。東京 G1 芝 1600m で争われます。東京競馬場は今日のメインレースの時間を迎えました。今年もこの府中の長い直線で壮絶な叩き合いが見られそうです。さあ、春のマイル王決定戦 G1 安田記念の発走です。さあ、最後は大外枠のリミットレスビッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ではまずまずのスタート。どの馬が先頭に立つでしょうか。ダイワメジャー前に行きそうです。素敵しんすけくん釣りかけていきました。素敵しんすけくん来たな。取りました。内からはティーンストレイル、その外から名勝ボーラー、その後ろにリミットレスビッドカンパニー、そのうちに続いています。その外に天野なんでだろう、内からはおバカタレントね。その外にエイシンドーバー、その外にオリーブタッチ、サマですね。15番鈴鹿フェニックス、内からはジョイフルウィナー、ダイアメジャー、その隣にビータローザ、すぐ後ろにロジック、その後ろにハットトリック、いい位置にいます。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。天野なんでだろう、先頭が変わりました。名勝ボーラー、ここで先頭が入れ替わりました。素敵新助君、名勝ボーラー2番手に控えました。第4コーナー、さあもう直線に入ってます。入りました。最後の追い比べ、先頭はダイワメジャー、リードは3馬身以上、その差が広がります。強いよな。お、でもなんでだろう、もう頑張ってるが、後続を大きく、うん、でも離されてるな。カンパニー、ダイワメジャー、ぶっちぎりです。このままで決まりか。ダイワメジャー独走、ダイワメジャーぶっちぎりです。2着はカンパニー、これが世界の実力だ。ダイワメジャー、ウィニングランです。ダイヤメジャー強い。マイルの伝説の馬になりましたね。でしかもレコード1分30秒7、自分で3番手ぐらいでペース作って、これだからやっぱり強いですよね。なんでだろうは3着でした。前線がなあ、さあ1位は金引きりですね。2位が山の玉ちゃん。あれ玉ちゃん出ないんだ。玉ちゃん、あ、そっか、コーネーションに行くのか。まあ出してもいいとは思うんですけどね。で、遊戯王が3位、ダイヤメジャーが5位ですが、ダイヤメジャー出るんだ。距離かな、ギリギリだから出したくないな。回避、回避って数だけだったら、あの
ダメなのか。さあ天の玉ちゃんと世界に花も出てきます。海外ですね、ダイヤメジャーは。絆、さあ、6月1週は結構走った馬が多かったと思う。まずなんでだろうですね。2100は長い。ここを走るわけにはいきません。マイルチャンピオンシップとっても取ってる馬だからな。これちょっと前線は納得いかんな。どうしよう。宝塚走るわけにはいかんし、6月は3勝レースは出られないから、あっても8月1週か。あ、ナルト、ナルトなんで芝のレース出てんだ。ここは回避。ちょっとナルト、お前ここに出ちゃダメだ。瞳閉じてがいるけど、瞳閉じてどうなんだろう。瞳閉じてどうでもいいや。ここ出そう。あ、竹豊が乗ってくれない。で、誰だ？6月4週ゴールドサンタアニータ。瞳閉じてちょっと、あ、でも若いのか、瞳閉じて。あ、でも無理ですね、まだ。G2 あたりで鍛えないとダメ、もし出すとしても。ダートの1007から2500。この辺で鍛えてもいいぐらいですね、むしろ。帝王賞か、帝王賞じゃない。1007は長いな。で線、あ、竹豊何に乗るんだ6月4週は。あ、アドマイアムーン、つまり英国のレースに乗るから、まあこっちの方が優先度高いもんな。ナルトはだから乗ってくれないんだよな。主戦騎手竹豊でも、まあとりあえず任せましょう。あの、どうしようもないしね、今言っても。何だったっけ、8月1周出る馬が何かってことだろう。なんでだろう。これで竹豊確保することができました。で、ダイヤメジャーですね。まあいいでしょう、別に札幌記念も。ちょっと飽きすぎてるな、ローテが。6月3、
そうですね、この辺とか、移動も、あ、これは出せるんだ、ヨーロッパだから。そしてビフォーアフですね、ビフォーアフも2200はギリギリだ。いや、こんなとこ出したら勝てないでしょう。1億か、芝の1004から2200。まあ七夕とかその辺だろうな。で、カタオブロ、マノブログが中京記念。中京記念？ん？どうなんだろうな。早く G1 取りたいですよね。中京記念の意味がわからん。このアミゴ出んのか。2600が一番短いんだな。2000に勝ってる馬が強豪がいますね。ちょっと難しそう。あー、ダメか。7月の一周。で、CBC 賞は1000から、まあ CBC 賞いいと思います。いいかな。でもマツケンだろう。まあでもまだここに出しちゃダメだもんな。感じかな。まあ資金は心配いらないんで、種付け料で稼げるんで心配いらないんで、加湿向き全然売れてないな。品格もワンセグも、やばいな。まあメタボが結構お金取られてるのか。お、ウォッカが稼ぎ始めましたね、伊坂さんは。少々ね。つくば駅ってなんだ？つくばエキスプレスか。駅ってステーションの駅かと思った。つくばエキスポかと思った。つくばエキスプレスなんですね。ユーヨーが3位、スカチュウ、タマちゃんは最上位。勝ってほしいな。戦勝です。これは待ってるぜか。猫返し、この服、この服いいですね、マリアちゃん。ジャスターゲームステークス、天の世界に花、一番人気118だが、ナインサーブが116、
迫ってます。他バカーレもいますんで、決して安心、絶対的安心はできないですね。先方も、まあ、やや前有利なんで届くかな。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ジャストアゲームステークス芝 1600m マイル戦です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはラインサーブ。綺麗なスタートを切りました。ちょっと良くない感じではあるけど、さらにはヌーベルエリー、古豪ホールオブファミリー、その後ろ先手を取ったのはナインサーブ、インザビッド、それに続きますバカーレ、すぐ後ろその隣にブルートチャイムス、キーナーバーガー、この馬もこのグループ、これに続くのがエントリートランプ、緑の帽子アーティスティックヒマラヤ、その後ろその横に600系ポイント、すぐ隣にストレートミネルヴァ、天の世界の花、この位置です。並んで11番リズミックタームズ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ややスローペースといったところか、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。前はナインサーブ、2番手はトゥーマッチフォーブス、キーナーバーガー、3番手天の世界の花、この位置から届くのか。後続集団もさ あ急に上がってきたぞ。世界に花届くのか。ナインサーバーもう先頭だ。あ、すごい末足。意地のぶつかり合いだ。残り200m、天の世界に花という前に先頭に出ました。やりました。天の世界に花、強い強い天の世界に花、圧勝ゴールイン。2着はバカーレ、3着にナインサーブ。嬉しい。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天の世界に花、まさしく日本が世界に誇れる馬です。10個目か。もう多分寿命も短いだろうから、世界に花にとっては、あ、でも世界に花ってあれか、何度でも蘇るんじゃなかったっけ。だから心配はいらないんだな。まあどこで繁殖はあるんで、どこで引退させるかですね。さあ、天の玉ちゃんも一番人気です。ギラントーマスは強いよね。ここまで上げるとして、レープロ見てみよう。玉ちゃん121。そんなに高くないよな。ギラントーマスが120とか、エフィシエントとかも強いしね。安心はできないな。勝ってほしいけど。レース行きましょう。エプソムダウンズ競馬場 G1 コーネーションカップ芝 2400m です。まあタマちゃんはもうあの金札の剣に手にしてるから問題はないんだけど、まあ、勝ちは積み重ねたいよね。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。チャプタートースト、これはいいスタートを切りました。サバナデュエット、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくチャプタートースト行きました。続いて前へ行くのはサバナデュエット、さらにはホライトリーマース、G1 馬プレミアムカナリナ、その後ろチャプタートースト、先手を取りました。フォアラキャペレット、それに続きます。少し離れてユームザイン続いています。内からはグランディシャーミーン、カスタネットフレグランス、そのうちに続いています。その外からクリアザビール、オレンジの帽子、クラフピードライン、その後ろ後ろからの競馬になりました。天の玉ちゃん、どこにいるんだ。玉ちゃんは後ろではあるのは間違いないけど、後ろから 3,4 投目ぐらいだな。エフィシエント、内からはミリオンフラッシュ、最後方にコンポージャーローマン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。先頭から最後方までおよそ10馬身、雄大ですね風景が。もう一度先頭から2番チャプタートースト、依然として先頭2馬身から3馬身のリード、少し間が空いてホライトリーマース、
並んで栗色の馬体コアラキャペレット、これに続いてユームザイン、その後ろからはクリアザビール、並んで3番プレミアムカナリナ、その外にサバナデュエット、さらにはディラントーマス、内からはカスタネットフレグランス、とっての集団やや後ろっていうとこですね。ここでどこまで伸びてこれるか。チャプタートースト先頭2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。ホライトリーマース懸命に追いすがります。さあここで伸びてきた黒い、なんだこれ、あー伸びの争いで負けてるな。ディラントーマスに一気に後続がやってきた。2番手は天野玉ちゃん、ディラントーマス差を広げる。ディラントーマス天野玉ちゃん三着にユームザイン、勝ったのはわちょっと見事な勝利です。さあつまらなかったな。さあエプソムカップ想定内登場、当選者なおか。クラブはラインラプスはちょっと厳しい。1番人気、想定内は2番人気、1番人気は俺は待ってるぜですね。わグリグリだ、石原裕次郎強い。小田切さんの馬ですねこれ。コンラッドとかもいるんだな。ダイジェストを行ってみましょう。東京 G3 エプソムカップ芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。エルサイレンス先頭、後続との差は3馬身以上。どこにいるんだ。このリードを保てるか。内で食い下がる、俺は待ってるぜ。残り200m、 内から来てるんだ、俺は待ってるぜ。ようやく上がってきたが、ちょっと前が遠い。2番手は俺は待ってるぜ、エルサイレンス。エルサイレンス人気あえた。見事に勝ちましたエルサイレンス。3着でしたね想定内は。まあまだ3歳なんでね、コバ混合で、まあ、ここだけ、ここまでやれば今のところはいいでしょう。マーメイドステークス肩の猫返し1番人気 2.0 倍、しかもグリグリ、これはもう勝てるでしょう。先方は先行策で正解でしょうね。ダイジェスト阪神 G3 マーメイドステークス芝 2000m です。さあいよいよ直線の攻防、もう先頭にいる。猫返し先頭、後続との差は3馬身以上。なんか後ろから来てるぞ。残り 200m を通過して、2番手やばいやばいやばい、さあ詰まってる。この馬で決まるか。あ、なんとか振り切りましたね。3着にエリモスカイ、肩の猫返し、見事1番人気に応えました。ナイスです。勝ってはいるんですけどね、これ陣はあんま辛いんだよな。成長はしてるんだけど。さあフランスオークスに天野小泉、どんなメンバーかな、わからんな。千二人4着のクイックリーエクセレントなんかはいるけど、グロット賞ってどのぐらい、 G3 だから弱いなこのメンツは。ん、なんだこれ、淀川由衣子が乗ってるじゃないか。
ソングオブイースターリングに嬉しいですね。フランスオークスまで出れるまでになったっていうのは、そしてノートレです。重賞初制覇を狙うってことでいいんだよな。坂井美原とバカーレ、まず世界に花はジャスターゲーム勝ちまして10勝目を挙げました。ただ10勝言うても問題は結構交流戦が多いんで、実質半分かゼロっていうケースもあるんで何勝勝ってるかが分からないんですよね。海外だったらどんなレースでも1勝として計算されるので、ダートでも芝でも、確実ではあるんですが、あ、二次ブリッジいんのか。ここに出してみるか。いや、ここはもう安全確保で竹豊かでいきます。終盤ですね、世界に穴は。タワちゃんはコーネーション惜しかった。なんか2着も10回とか全線満になっちゃってるよな。多分走れんの今年いっぱいだかな。どうなんでしょうね。まあでも長距離戦だな、走らせるなら。あ、調子上がってるからもう一層なんか走れそう。能力は、大舞台、海外遠征、超長距離、もう一個枠が空いてますね。あと走法はわからない。右前を左、直線では走ったことはない。まあ長距離だから、長距離馬だからそりゃそうですけどね。ここは橋もう出せない。サンクルーか、ここですよね。グッドウッドカップ挑みましょう。 C 機種でいいや。で、想定内はエプソムカップ3着ではちょっと厳しいな。ニュージーランド頭皮重賞取ってるからな。まあ覚醒なんで着実育成していきましょう。で、猫返しがビクトリアマイルに続いてマーメイドもしっかり取りました。あれ 初の G1 だったからな、猫返し。海外 G1 も狙ってもいいかな。戦後の2500の芝か。調子は上がってきてます。
でもレースあるんだよな。あ、ここは出せる。ここはテルテルがいる。テルテル。61キロもちょっと気になる。でも本当に G1 でいいのかっていうのはありますね。まあ、このメンツだったらいけるでしょう。一応放牧しときましょう。セカチュウがビホルダーマイル勝ったんだな。セカチュウはこれで何勝？セカチュウ4勝だから何としても取らせたいな。まあ、遅めなんで、まあまだいけますけど。うん、叩き量化なんだ。だから鉄砲じゃないんですよね。ああ、休ませてんのか。じゃあどこ出してもいいや。1003の2400だから範囲も幅広いですね。ダートだろ。ハートがそんなにないんだよな、実は。あ、ゼゼシーいるのか。なんかあんまり出せるレースがない。距離短いけど出してみるとおもろいかも。あ、下が1003ならいけるかもね。ん？あ、和田騎手もカーストしてるのか。問題の松剣なんだよな。あ、松剣は CBC 賞って言ってんのか。じゃあ行きましょう。ネクスト。フランスオークス、天の小泉一番人気。113。100台後半があるので、まだ完全に抜け出してはないですね。激戦模様です。ただ、展開は先行なんでいいんですが、枠順です。大外っていうのはどう響いてくるかですね。レース行きましょう。シャティ競馬場、3歳牝馬限定 G1、 フランスオークスディアヌ賞、芝 2100m で行われます。こちらフランスのシャンティ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはフラフピープロスペクト。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくフラフピープロスペクト行きました。続いて前へ行くのは天の小泉、さらにはスパークラブリー、漆黒の馬体アロハカンディア、その後ろフラフピープロスペクト、先手を取りました。グランドウィスク、そのうちに続いています。黒の帽子ミローシナモン、その後ろ並んで2番ソングオブイースターリング、すぐ後ろにケープニランガ、その隣に小泉3番でつけましたね。その横にストップザヒル、ベルベットクラウン、すぐ後ろこれに続くのがリバースポンダー、並んで3番ディフェンシブダイク、すぐ隣にタウンスピリット、これに続いてウエストチャイムズ、内からはポスターマスール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から11番フラフピープロスペクト、依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ11番
フラフピープロスペクト。2番手はアロハカンディア。豪華ですね。3番手に天野小泉。絶好の手応え。天野小泉。いい位置。安城の豪サインに応えるか。さあ、横コーナー回ってきました。かかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。いい感じです。足元は。差を広げにかかります。フラフティープロスペクト懸命に追いすがります。さあどうだ、先頭さあ詰まらないか、残り 200m、 これはセーフティーリードか、天野小泉先頭です。あ、このまま、これは押し切れそう。ウエストチャイムズ完璧です。やりました。2着は他をバテてますからね。3着にスパークラブリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野小泉、まさしく日本が世界に誇れる馬です。自力で掴んだ勝利です。大舞台来た、海外遠征も来た、やりました。待ってました。これ取れば結構やっぱり海外でも G1 制覇有利ですからね。嬉しい優勝です。さあユニコーンステークス、天野ノートレ一番人気。クラブは凱旋クルビズも出ます。ライブコンサートが本誌本命ですね。クルビズもちょっと上げとこうか。ダイジェスト、東京 G3 ユニコーンステークスダート 1600m をマイル戦です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天満光先頭、外から勢いよく天野ウトレ。さあ先頭に立ったのは天野ウトレ。1馬身から2馬身引き離す。残り 200m を外がちょっと怖いが、引き離す天野ウトレ。足色はこれは勝ちましたね。2番手は凱旋クールビズ、天野ウトレ、ゴールイン。2着は凱旋クールビズ、クールビズを2着に来た。1番人気に応えました天野ウトレ、見事です。あ、重賞初勝利なんだ、ノートレ。これは見えたい。函館スプリントは、まあこれはやめとこう。あ、大量出走です、宝塚は2頭か、遊戯王と天のジュピター。海外はもう5頭ですね。あと帝王賞も金引きにと天の勝ちタイヤがあります。そして天の椿がついデビューです。父グラスワンダー、母スカーレットブーケですね。早めになっております。小泉とウエストチャイムズ。さあ宝塚記念の煽り VTR。 グランプリ第1弾マイルの皇帝。お、遊戯王トップだ、遅咲きのステイデルタブルース。一騎打ちムードです。まず天の椿ですね。コメント見てみよう。器用なとこもありますね。小回りをコースも苦にしないでしょうということで。大和スカレタ翌週ですね。まだ G14 勝だからな、しっかり勝ってほしい。牝馬三冠も狙います。
応放牧しとかないと調子落ちちゃうからな。小泉はここ取りましたね。性格頑固。自分は3勝目です。なるほど、海外結構強いんだな小泉。あ、悪くはないな。休ませるとしてローテはこの後決めたい感じかな。ちなみに距離は1700だから2000あたりが適正距離なんで、まあ、例えばこれとかだよな。ダイワスカレットとかぶるけどな、これとかだろうな。あ、千切り取ってるからな。まずは一周放牧してそれからローテを本格的に決めた方がいいと思います。ハウル、いやさすがにちょっとラジオ日経賞早い。まあでもこのぐらいで勝ってもらわないと困るっていうのはありますね。他のサブパラは結構いい値が出てくるんで、調子悪くても乗り切ってほしいけどな。ゼニアッタが、ジャパンダートダービーに挑みます。すでに、GI はまだ取ってない。フラワーカップで取ってケンタッキーオークスが惜しかったんだ。でジャパンダートダービーを取った後 CCA オークスに挑みます。ん？でいいんだよな。あ、ノートレもいるんだ。ノートレがユニコーン取ってるけどな。どっちがいいんだろう。1個に絞った方がいいような気がすんな。ゼニアッタは。ゼニアッタはやめます。で、CCA オークス1本に絞ります。で、まあ。放牧しないと調子落ちちゃいそうなんで放牧はしときます。で iPod ですね。 iPod はまだ2勝か。ダービー馬になりまして2冠3冠馬を狙いますが、そのためには距離適性を上げないといけません。柔軟性は B プラス、どこまで上げられるか。で、調子が上がってるから7月を2週以降の海外レースには出れるな。ドイツをダービーとかプログがいいのか。じゃこれか。こっちでもいいね。あ、まあこっちですね。圧倒的は不利な馬場か。力で乗り切ってほしい。お前ならやれるのかな。まあクリテイフのサンクルはダメだったからな。アメリカの芝の方がいいのかな。7月を3週がパリ大賞典でセクレタリアートステークスか。お前ならやれるのかな。で、オールカマーじゃなくて、もうね、菊花賞でしょ。あなたが出るレースは。オールカマーもいいんだけどな。無駄なレースは避けたいよな。さあ、そして、アミーゴが NHK マイル取って、いきなり、あ、そうだな、ベルモントダービー招待へ。竹豊乗ってくれるんで乗せましょう。でブログがドイツダービーですね。惜しいとこまでは来てるんだよな。
で想定内は3歳なんだ。3歳なんだな。1000人の2200、ちょっともったいないよな。でも芝だからな、まあ仕方ないか。で着歌ですね、ラジオ日経に出てきます。立て直しかな、ここで。のどれがジャパンダートダービー、ジュピターがゲームリーは惜しかったな、宝塚記念に挑ませますが、これ G1 まだ2勝か。ジュピターどうなんだろう、まあ勝てる可能性あるからな。インパ限定のレースに出したいって、いや出したいんだけど、この辺とかね。まあディアン・トーマス強いかな、ちょっとダメっぽいけど。ああ、アテネもいるのか。まあでも出してもいいかもね。安藤騎手乗ってくれないの？で、冬ソナですね。スカチュウ。刀当てね、まあ、一種放牧？なっそう。まあまあ。いいでしょう。岸田さんの奇跡は6勝あと2勝ですね。なんとか頑張ってほしい。で、アドマイヤムーンもあと2勝です。アドマイヤムーンは引退示唆出てますからね。なんとかここは勝ってほしいが。結構クリティカルなレースが続きそうな感じ。うん。で一周放牧です。世界に花は、世界に花はまあ10勝だけど、なるべく積み重ねておきたいですね。テルテルが9勝、これはもう金札確定です。ニージーブリッジがダイアナ、まあ、一周放牧だけど、3勝ですか。まだで天の桜ですね。天の桜ちょっと調子が良くないな。まあでももう諦めてるからな。金引きり、金引きりは10勝上げております。でもなんか勝ち身に遅いんで、ここは勝たせて調子を上げたいとこです。なんでだろうは一周放牧、楽しみです。あのは海外で成績を上げて海外遠征あわよくばつけばなっていうとこですね。極戦は何出すんだろう。ウィナーズゴールドカップか。ちょっと感覚が来すぎてる感はあるけどな。猫返しがファルマスステークス。
横橋はまだ1勝。まあ6歳なんでこれは厳しいですよね。スピードも C だしね。勝負根性がちょい低いのか。でこれ放牧、一周放牧。天のナルトはこれどうなんだろうな、まあ、勝ってほしいな。勝ち積み重ねてほしい。シャルシーンなんだ。大丈夫かな。わあ、柔軟性 C とか精神力 C とかボロボロだな、サブパラ。ね、これは一周放牧です。ね、遊戯王も宝使いでます。強いんだ。スピード C プラスでよくやってるとは思いますね。さあ、どの馬をちょっと育成するかですね。ここ大事なのは。ゼニアッタ、アイポッド。覚醒じゃない馬の方がいい。アミーゴかな。アミーゴが、あ、でもアミーゴはダメだ。7月1週だから。投手は上がってるしな。はい、iPod か。スカレット。そう、三カーマなんですよね。三カー配合が基本だよな、このゲームはきっと。最上位ですね、アドマイアムーン。まあ負けられない戦いが続きます。なんかデルタブルースの方が上なんだ。ジュピター全然無印でなんだ。シーキングザダイヤなんかも強敵ですね。でノートレが勝ちましたね。じゃあ行きましょう。ネクスト。ゴールドカップアットサンタアニタ。天のナルト登場。3番人気か。117。しかしインバソールが141で、これはちょっと相手が強すぎる。厳しいですね。
先方変えられますが、まあ差しでいいと思う。ダイジェストにしましょう。サンタニタ競馬場 G1 ゴールドカップアットサンタニタダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。伸びないな。なるとローヤーロン残り 100m。 2番手はラバマン、ローヤーロン先頭だ。ローヤーロン、ローヤーロン1着、2着はラバマン、3着にインバソール。勝ったのはローヤーロン。インバソール負けたんだ。ローヤーロンに、ローヤーロンが勝ったんだ。特に理由は書いてない。クイーンアーステークスダイヤメジャーです。1番人気やっぱりラモンティですね。129、ジョージワシントンも124で、まあ、ダイヤメジャー137だから抜けてはいるんですけど、この2枠両頭もかなり強敵なのかなと思います。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 クイーンアーステークス芝 1600m の直線競馬です。ダイワメジャーが出走いたします。勝ちを積み重ねてほしいところです。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ先手を奪うのはどの馬か。ダイワメジャー前に行きそうです。シゼラリバー、それに続いています。カーディナルコーカサス、どうやら後方からの競馬。それでは先頭からメディシャンコラム先手を取りました。その外にスパイラルシュタイン好位置をキープしています。ダイワメジャー、ジャジースファハン、すぐ後ろディスコフォーワード、そのうちに続いています。内からはチゼラリバー、その外からスタイル&キャナーン、内からはレイクトーヤ、その外にスパークオブプロスペクト、内からはラモンティ、その外にロールコンフォーム、これに続いてジョージワシントン、その外にソルジャージー、その後ろからはカーディナルコーカサス。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。青の帽子ステークスベルッチ、その後ろ最後方にブレイクエンペリー。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さあ比較的いい位置います。チャンス領域でしょうね。ジャジースファハン、レースを引っ張ります。スパイラルシュタイン、この馬もこのグループ残りあと 400m。 さあ頑張れダイヤメジャー。日本と世界意地のぶつかり合いだ。うちも、あ、うちの伸びがいいな。ラモンティ残り 100m。2番手はジョージワシントン、ラモンティ。あ、敗れました。先頭はラモンティ、1着でゴール、2着はジョージワシントン、3着にダイワメジャー。勝ったのはラモンティ、見事な勝利です。はい、直線競馬勝手が違うんかな。ロース、レモンティに理由は分からない。プリンスオブウェールズステークス、アドマイアムーン1番人気125ですね。プラッキーアクアリウムが118くらいかな。一番警戒しないといけないのはプラッキーアクアリウムということになります。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 プリンスオブウェールズステークス芝 2000m です。さあこの年でもう引退しないといけませんからね、アドマイアムーンは。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。あー、スタート、ちょっとスタートがミスった。ダッシュよく飛び出してシックスティーズアイコン鼻に立ちます。その後ろからはグロリアでカンペオン、この馬も上がっていく構えです。さらにはジェイペグ11番フィールドガバナー、その後ろ先手を取ったグロリアでカンペオン、少し開いてリカバーしましたね。中段につけました。後ろ並んで3番ギニーエミネンスエースティミンストレラ、この馬もこのグループアドマイアムーン、後ろからアイレスサジタリウス、それに続きます赤の帽子ドリルカランド、その後ろすぐ後ろにミネルバトラディション、その隣にエロクエントレターズ、
これに続くのがブリューピホ、並んで G1 馬プラッキーアクアリウム 1000m を通過しました。プラッキーアクアリウムは最高峰ですね。ほぼ外に持ち出して、これは縦長の展開です。直線の末足かけるか。さあ先頭は依然として13番グロリアデカンペオン、2番手は JPEG、 結構ペース早いようにかけてる感じですね。まだ後ろ、さあ上がってきた。ここで先頭に立ったシックスティーズアイコン、しかし後続との差が縮まってきました。外はどうだ、外はどこまで伸びてる。ここで先頭変わってアドマイヤムーン、いけいけいけ、よし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 、この馬で決まりか。勝ちました。2着はシックスティーズアイコン、3着にプラッキーアクアリウム、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤムーン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いい伸び足でした。プラッキーアクアリウムらを破りましたね。初海外、ダイヤモンドジュビリーステークス、キンキシャサの奇跡一番人気、こちらも勝たねばなりません。ベンバウンが122とか強いな。まあキンシャサオ奇跡自身が138でレーティング高いんですけどね。マルシャンドールも要警戒です。さあ前に行く馬がまあ多いんで、そんなにスローペースにはならないと思います。レースです、アスコット競馬場 G1 ダイヤモンドジュビリーステークス、芝 1200m の電撃戦です。おそらく直線競馬、こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはバスタートですね。リズニング、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくバスールリズニング行きました。続いて前へ行くのはキープロンドン、さらにはクリフプリメロ、13番アイレスブース、その後ろバスールリズニング先手を取りました。少し離れてデビルズスリッパー続いています。内からはベンバウン、その外にアマデウスウルフ、キャンバスサガミクス、そのうちに続いています。その外からジェネラルテンプレンス、その外にアブソルートチャンピオン。さあ後ろからお競馬になるので届くのかな。後ろからはソーレベランス、内からはマルシャンドール、残りあと 400m。 さあ岸田さん、ここからどうか。日曜王者隣の馬がすごい気になる。残り 200m、 ああダメだ、追い出かえた。2番手はマルシャンドール、ベンバウン先頭だ、ベンバウン降臨。2着はマルシャンドール、3着に、ま、いや敗れました。これは痛い。ベンバウン見事な勝利です。ラクープ、アマノビフォアフです。あ、これ G3 ですね。2番人気、このクラスは110とかあるんですね。差しでいいと思います。ダイジェスト、パリロンシャン競馬場 G3 ラッグープ、芝 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうでしょう、結果を出したい。コンフォートウォーク先頭、しかしその差はわずか、粘り込めるか。角度がな、外がいい伸びしてるよな。200m を通過してリバパタカ、余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はアマノビフォアフ、2着か。1着リバパタカ完勝、2着はアマノビフォアフ、勝ったのはリバパタカ、見事な勝利です。一頭ちょっと強い馬がいたかな。帝王賞です、金引きりと天の勝ちタイヤです。1万人気2万人気を占めております、クラブ馬には凱旋セカチュウがいますね。萌えれそうブラッツ、名称闘魂あたりか。他は
さあ先方見てみましょう。まあこれでいいんじゃないでしょうか。勝ちタイヤ粘れるかどうかですよね。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 帝王賞ダート 2000m ナイターで行われます。地方交流、ビッグレース、金引きが出てまいります。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さあ先手を奪うのはどの馬か。天の勝ちタイニャ前に行きそうです。金引きり、それに続いています。さらには宝アジュディ6番凱旋世界中、その後ろ天の勝ちタイニャ先手を取りました。その後ろからはネバーセフト、黄色の帽子カフェオリンポス、その後ろその外にモエレソーブラッツ、バーミリアン、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。内からはチャンス到来、その隣にキュアミント、その外からベストトレジャー、しんがりから名称闘魂、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。4番天の勝ちタイニャ依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、ネバーセフト、それに続いています、うん、好位置をキープしています。金引きり、宝アジュディ、すぐ後ろ、その外にモエレソーブラッツ、並んで足毛の馬体、凱旋世界中、バーミリアン、この馬もこのグループ、すぐ後ろにカフェオリンポス、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭は依然として4番天の勝ちタイニャ、2番手はネバーセフト、3番手に金引きり、絶好の手応え。さあ金引きり、わあ金引きりの上がり方がすごい。も追い上げにかかります。最後の追い比べ、先頭は金引きり、2馬身から3馬身引き離す、置いてかれてますね。通過して後続を完全に引き離した。残り 100m、 2番手は2着も危ないな。勝ちタイヤはこの馬で決まりか。金引きり独走、金引きりぶっちぎりです。2着は微妙です。やはり中央の馬が強かった。勝ったのは金引きり、強かったです。金引きり、はい、ということで勝ちタイヤなんとか2着はキープですね。連覇です。黒田騎手、絆が、みんな絆強くしたらいいよ。特に若いジョッキーは絆強くしてほしいですね。さあ天の綱木がデビュー、ダントツ 1.2 番、1番人気、父グラスアンダー、母スカレットブーケですからね。これは楽しみじゃないでしょうか。ダイジェストいきましょう。函館2歳新馬戦、芝 1200m、 天の椿メイクデビューです。さあ直線に入りました。先頭に躍り出る短い天の椿、先頭差が広がる広がる。2番手はエイシンルーム、後続はもうぶっちぎってんよな。独走天の椿ぶっちぎりです。2着はエイシンルーム、3着にキッズウィット、これは桁外れの強さだ。天の椿いいでしょう。グッとくる、きた、
さあ高塚記念です。天の遊戯王一番人気。あーもう伊坂さんのおいて全部20丸ですね。デルタブルスか対抗はジュピターは全然印がないな。海外 G1 2着とかあるんですけどね。遊戯王も2着でやっぱりなんか勝ちきれないとこがあるんですね。デルタブルースのあれをなんだろう、こう介入を許してしまう可能性はあるかもしれないですね。さあ先方選べます。ジュピター先行策いってみましょう。レースです。春のグランプリ G1 高塚記念は阪神芝 2200m で行われます。天の遊戯王が一番人気になりました。デルタブルースは虎視眈々と天皇賞を取ってここも制覇しようと挑んできます。遊戯王跳ねのけられるか。今年上半期の競馬シーンを沸かせた優勝がここ阪神競馬場に集結しました。あなたのそして私の夢が走ります。さあいよいよグランプリ宝塚記念の発走です。さあ最後は大外枠の東海トリックゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは横一線ですね。ほぼスタートを切りました。予想通り先頭はシーキングザダイヤ、これに続くのが名将サムソン、さらには東海トリック連勝中の祭りだゴッホ、その後ろシーキングザダイヤ先手を取りました。天のジュピター、それに続きますジュピター先行策を選びます。デルタブルース並んで5番パレススポット好位置をキープしています。天の遊戯王すぐ後ろにカンパニー、さらにはポップロック。あ遊戯王前行きますね。ハットトリックすぐ後ろ、その後ろにフサイチパンドラ、その後ろにディアデラノビア、オレンジの帽子スイープ東証、その後ろ最後方にオリーブ風船、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース。4番手か遊戯王はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭はなんかまくっていく馬がいるぞ。2番手は祭りだゴッホ、東海トリック、3番手天の遊戯王まだ動きません。後続も追い上げていきます。さあ先頭はシーキングザダイヤ、祭りだゴッホ続いています。東海トリック続いています。間が空いてポップロック、天の遊戯王好位を追走、ポップロックか名将サムソン、いざ勝負の時引きました。シーキングザダイヤですね。先頭はおーなんかごちゃついてる。残り 200m を通過して天の遊戯王抜けた。2番手はポップロック、先頭は天の遊戯王。遊戯王が勝ちましたね。ポップロックライバル同士なんだ。まさに意地と意地のぶつかり合いでした。この一戦を制したのは天の遊戯王。ウィニングランです。天の遊戯王今年が最後の挑戦になります。高塚記念見事制しました。スピード C プラスでここまでよく頑張りましたね。一方天のジュピター4着いっぱい地位まみえた感じです。一方デルタブルースは9着と大敗してしまいました。他の着順はご覧の通りとなっております。キングザゴールドとフトベガか。2頭ですね。不渋滞はダースパートナーとイクノディクタス。イクノもう売ろうかな。お最強馬決定戦。iPod とアドマイアムーンなんですね。ん？これどんなメンバーだっけ？2000メートルぐらいのレースだったっけ？
まあ、本当ハドワンヤムーンこんなとこ出るんじゃなくて、まあまだどの馬が出るか決まってないんで、ティナントマスもいるのか、イングリッシュシャネル、まあ強いですね。エルセギュント、これ一応日本の馬にもあのレーティング変えてほしいな。さあ海外4頭ですね、 4レース、他ラジオ日経賞 CBC 賞となっております。ちょっとテルテルは不安がありますが、まあ急所なんでいいでしょう。お、すごい顔。お、ブエナビスタだ。それに、お、ブエナビスタ虹です。ちなみに売れなかったっけ。わあ、購入することしかできん。購入、え、今誰が持ってんだ。購入して売ることはできるないのか。ダースパートナーですね、不渋滞なのは。フェデラリストを生むのか。ウィンドシャープ、あ、ライバルか。ですね、メス、無用と制しました。スピードがな、落ちるか。海外ではどうなのかな。やっぱり勝ちきれないシーンが出てくるのかもしれない。この辺がやっぱり、でも香港なら勝てると思うんですよね。香港のレースがあればな。まあキングジョージ出してみるか。一応はでも遊戯王体調はどうなんだ。だよな、調整が取れないって言ってるし、調子落ちそうだもんな。ミリオンでも出す？何がいいんだろう。
まあ正直もう、もう札幌記念でも出しとけばいいと思う。で8月を4週なんで2週ほぼ、まあもうちょっと待とう。が、うん、トマちゃん12勝いや、エルムじゃないよな。厳しいかもしれんけど、やっぱり重賞狙わないとダメだよ。重賞というか G1 を戦士、なんでだろう。パシフィックあたりか、ローヤロンとかいるからな。あ、こっちかな、ウッドウォード。相場投資安城の支援、ちょっと疲れが溜まってるな。2周放牧、さあ世界に花は、うん、クレメント・ハーシュだよな。テルテルが、なかなか調子上がらないよな。何がダメなんだろう、まあ、とりあえず調教方針変えられないのか。金車サーコへ敗れてしまいましたからね。走り方を考えないとね。7月を3週以降、あ、ちょうどいいレースがあった。でもね、このベンバウは強いよ。ラモン、まあでも出すしかないよね。ここ出さないと厳しいよ。豊かに行きましょう。マツケンはどうするかですね。あ、これでいいや。気持ちいいや。一気に調子を落とした後で遅めですからね。GBC スプリントだけど、いや、そんなことはなくって、
ピッチ走法だから短距離だよな、どっちかというと。あってよ、マイル戦。ここかな。チビタちょっと疲れが気になる。ですね、うん、悪くはないな。まあ二周放牧すればいいと思う。これでいいのか。さあ小泉ですね、これすでに3勝しております。フランスオークスも取っている、大舞台も手に入れた。今がチャンスです。ドイツオークスかな。こっちでも、あ、これはダメだ。これですね、ドイツオークス行かせましょう。ジョッキーは、あ、タケタが乗ってくれない。あ、いや、まあちょっと待って、これは削除しよう。一旦ハウルが日経賞、で椿はもう確かにもうこれ実績いいしな。芝か、スピードは A です。他の値が分からんけどな。2歳、まあでもこんなとこ出すんだったらもう最初から直線競馬とかね、慣れさせるのがいいと思うんですよね。で一応これでジョッキーをかぶりを見つつ、あ、かぶりないですね、大丈夫そうだ。振動大丈夫ですね。じゃあこの週を最後にしましょう。ネクストベルモントオークス招待ダイワスカーレット一番人気121、他の馬は112のコースダンバーニが一番のレーティングですね。さあダイワスカーレットも必勝を狙いますレースです。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントオークス招待芝 2000m 牝馬限定戦です。
こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはコースタート。リズンコントレイル、ダイワスカーレット。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくダイワスカーレット行きました。続いて前へ行くのはリズンコントレイル。さらにこれは理想的な展開ですね。比較的直線も短いんで。先手を取りました。そして大きく離れてガンエクセラー、この位置です。赤の帽子ユースダンバーニー、その後ろすぐ後ろにデビルズギブン、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にマリンサイド並んで7番テンパレンスギャルズ、ローブデコルテ、この馬もこのグループ。その外からグラブドバラント、内からはサムタイムサプライズ、さらにはファンテンバド、最後方にベンチュラ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。依然として2冠牝馬ダイワスカーレット、この馬がペースを作っています。2馬身から3馬身のリード、この辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はダイワスカーレット、2番手はパンティレイド、バッジオブピール、3番手さあダイワスカーレット、逃げ切れるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭さあまくってきた馬がいるぞ。間が空いてパンティレイド、マリンサイドが続いています。離れてバッジオブピール、最終コーナーをカーブして頑張ってほしい。さあ追い出した。日米王者意地のぶつかり合いだ。さあつまらない。一気に後続が抑えかかってきた。2番手はマリーサイド、ダイワスカーレット、差を広げる。勝ちました。ダイワスカーレット、1着でゴール。2着はマリーサイド、3着にパンティレイド、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。次は3連勝となります。ベルモントダービー招待、アマノアミーゴです。1番人気。見てみよう。117だから強いのはアットザーサンパスですね。もう2番人気の馬が、迫っております。レースいきましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 ベルモントダービー招待、芝 2000m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ノービズライクショービズ、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してノービズライクショービズ鼻に立ちます。その後ろからはアマノアミーゴ、この馬も上がっていく構えです。さらにはギブブースター、10番プレスブート、その後ろノービズライクショービズ先手を取りました。間が空いてデビルドライン、これに続いてインプライドオフェンシブ、並んで1番スキップオプアート、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。その外にニュースアナイブ、その隣にアットザサンパス、その外からハイランドアポストロフィ、その後ろにアルクティクパーティー、その後ろにダッシュエアウェーブ、キッズアロー、そのうちに続いています。最後方にスキャンダルペイント、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度 G12 勝アマノアミーゴ、レースを引っ張ります。ピンクの帽子ノービズライクショービズ、その後ろこの辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてアマノアミーゴ、ノービズライクショービズ、ほとんど差がありません。間を挟んでギブブースター、3番手さあアマノアミーゴ、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭は後続差を詰めてきた。アマノアミーゴ2番手、間が空いてアットザサンパス、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。厳しいな。残り 200m を通過して日米王者意地のぶつかり合いだ。アットザサンパス先頭アマノアミーゴ、あでも粘ってます。アマノアミーゴ差し切った、勝ちました。アマノアミーゴ1着、2着にはどうやらアットザサンパス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノアミーゴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ようやく復調気配だよな。海外も海外遠征も G13 連勝となります。
粘り足を発揮してくれました。おっと、大舞台やってみるか。いや、福永じゃない。シャメール4番人気はちょっと厳しいな。105しかないし無理でしょう。イングリッシュチャンネルがいるんだから、まあベタートークナウ、シェイクスピア、これは厳しい。ダイジェスト、モンマスパーク競馬場 G1 ユナイテッドネーションステークス芝 2200m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。とか上がってきているが、伸びがちょっと足りないかな。残り 200m を通過して、先頭は依然としてイングリッシュチャンネル。ベタートークナウ抜けた。2番手はイングリッシュチャンネル。先頭は3着でした。1着でゴール。悪くないけどね。まあまだ前は遠い。優勝となるとまだちょっと遠いかな、距離が。シャメル3着です。でも、もう遅咲きながらもうすぐ勝てそうな感じはありますね。さあ、プリティポリステークス、天野てるてる1番人気126。ピーピングフォンが118か。2番人気は何な。ピーピングフォンが3番人気。プライスタグも人気馬です。ただですね、先行馬が3、先行有利ですね。そう考えると天野てるてる、有利に運べるんじゃないかなと思います。レース行きましょう。カラ競馬場 G1 プリティポリーステークス芝 2000m です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。先行争い何が行くでしょうか。レベラインベルモント前に行きそうです。マンデシャそれに続いています。さらにはセカンドマーチ、 G1 馬ピーピングフォーン、その後ろレベラインベルモント先手を取りました。好位置をキープしています。天野てるてる、シェイディガーデン上がってきましたね。すぐ後ろにクレピナストロベリー、その隣にスプニーディール、先頭です。隣にナニナ、ブーリーフィットナー、この馬もこのグループ。その横にラジオシスティーナ、シック&シルティーク、すぐ後ろその外にプライスタグ、並んで14番ウッドマンイースト、その横にセイリングリバイバル、しんがりからオーロラデイブ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。から競馬場は直線が長い。最強女王天野てるてる、その横にレベラインベルモント。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。前は天野てるてる、天野てるてる、さらにリードを広げました。2番手はレベラインベルモント。さあ追い出した天野てるてる、このまま逃げ切れるでしょうか。天野てるてる先頭、後ろからも来ている。しかし後続の展開も、これかされるんじゃないかな。通過してプライスタグ先頭だ。2番手は何な、プライスタグ先頭。最後重ねましたね。3着にマンデシャ、勝ったのはプライスタグ、見事な勝利です。展開有利だったんだけど、やっぱり金量かな。さあ、ラジオ日経賞です。2頭出し、天野着歌1番人気、2番人気天野ハウルとなっております。着歌が本賞において全部20丸、本賞本命はハウルですね。当選クラウンか。
ダイジェストです。福島 G3 3歳限定芝 1800m ラジオ日経賞、行ってみましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。アマノハウル先頭、2馬身から3馬身引き離す。2番手は当選クラウン、アマノハウル先頭だ。アマノハウル1着、2着は当選クラウン、3着にアマノチャクタ、見事に勝ちました。アマノハウルチャクタ3着か、ハウルは勝ちましたね。2番人気か。お、ハウルは距離延長、距離長かったのかな、微妙に。 CBC 賞に片野松健登場。ここまでやっぱり落ちるんだったらしっかり勝ってほしいな。 3.0 倍、グリグリ。2番人気が電車道か、淀川騎手。ダイジェスト中京 G3CBC 賞芝 1200m 電撃戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。カノヤ桜、さあ中割ってきた。前に迫る片野松健、ここで先頭変わりました。先頭は片野松健だが、あと 200m 激戦だ。先頭片野松健、勝て勝て勝て、なんとか勝った。1着2着にはどうやら金谷桜か。3着に玉もホットプレイ、ホットプレイ見事一番人気に応えました。ギリギリというとこですね。もっと引き離してほしかった。まあでも58キロ背負されてるからな。何も消化してもらえなかったか。さあ海外はドイツダービーに天野ブログですね。フランスダービー3着だったからな。まだ内容未獲得か。そしてジャパンダートダービーにノートレが登場してまいります。見てみよう。まずアミーゴがサラトガダービー招待。そう、福永騎手にしますねって言うけど、福永じゃないんだよな。まだ調子がいいんで、このまま挑ませましょう。やっぱり調子がね、不安ではありますけど。芝さんか、挑ませてもいいと思います。それから、誰だっけ。そう、スナイワスカレタ放牧なんだ。これ疲れが溜まってたから仕方ないんかな。何のレースに挑戦できるって言ってたっけ。ドイツオークス、あ、この辺かな。ナルトはもう厳しいよな。さあ、マツケンが、まあ、なんとか勝つことはできた。
CBC 賞。まあでもこの勝ち方では厳しいな。まだ何も獲得してないのか。次は海外出してみるか。パワーがな落ちるんだよな。札幌記念、8月を5週以降か。1000から2000の芝か。お、このメンバー軽いんじゃないの。血統的には不向きか。でもまずは叩き一戦を狙わないとダメですね。ここな取れるような気がしちゃうんだよな。まあでも本当なこの辺とか取りに行った方がいいですよね。不利でもちょっとやっぱり勝ちに行きたいよね。で着打ったが日経賞3着で、いやー長い、マイル戦出ないとダメだからな。4700万マイルのオープン特別あたりで、芝もダートもいける、ダートでも OK か。敵は、1周放牧してするとして8月の3週ぐらいからだったら OK。 関谷記念とかか。アソステークスっていう手もありますね。微妙に長い気がするけどな。ではまずはここで堅実に賞金を稼ぐとこから始めていくっていう方が絶対いい。で、神戸新聞杯には出さない。そしてハウルですね。ハウララジオ日経賞勝ちました。まあフローラステークス勝ったりしてるから、ここ勝てるのはまあ当然のことだよな。7月の4週以降1500から2600距離適正の幅が広いな。ここもでもいいですし、ここはダートか。ああ、まあ、ここ行ってもいいかもね。ここっていう手もあります。で芝だよな。でもアミーゴがもういる。今7月を2週だからこの辺は挑戦できない。行くんだったらこの辺とかだろうけどな。でもその前にやっぱり叩きでしっかり勝つとこは見ときたいよね。
いや4月を4週以降からだから、武豊か、でてるてるが4着か、61キロやっぱりきつかったよな。そう一周あたりかな。でもここもここも馬いるんだよな、出走馬が。いやでもこれ出すぐらいだったら、海外取ってんの？あ、海外遠征持ってんだ。じゃあわざわざここ出す必要ないよな。間隔空けて近日挑ませた方がいい。じゃあここに行きますか。で、シャメールが、あ、でも写メールが、うん、まあいいとは思うんですけどね。いい勝負にはなってきてるからな。まあここ勝って、ここですよね。あとジョッキーのかぶりはない。お、インバソールか、強いですよね。インバソール、テコバーザターゲット、テコバーターゲットか、アミーゴですね。カガジは初勝利です。ブログは最上位でもどうかな。流行馬マレード、トラフィッククーガー、ルカーノ、ユーソナですね。さくら、葛飾のマツケンとなっております。あぶ、でも褒められない、58キロとはいえ褒められない勝ちではあったよな。は
洋服なんだ。はい、ということで、あと3週か、各ママまで。自分が尽きると復活することもある。いずれはこれやりたいですね。はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。Twitch で配信を、行いました。アーカイブを YouTube で残しておきます。まずは Twitch、アカウントのフォロー、引き続きのライブ配信の視聴、チャットコメントをお願いします。Twitch ライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントをプリーズ。アーカイブ YouTube に残します。その YouTube チャンネルは Twitch のチャット欄に、記載しております。 URL 記載してます。ぜひアクセスしてください。チャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。YouTube チャンネルサブスクライブド&ムービーグッドボタンプリーズ。 YouTube は2日後にアーカイブ、2日後の21時にアーカイブ上げる予定ですので、ぜひ YouTube でもご覧いただければと思います。最後に Twitter ですね、もございます。こちらも Twitch のチャット欄にツイッターのリンク記載してますので、アクセスの上フォローいただければと思います。ツイッチマイアカウントフォロープリーズ。というわけで、ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。